上空曇り空の中ゲームがスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を。さあこの終盤で同点のランナーを許しています。しかもノーアウトです。バッターボックスにはエスコバー。ここは簡単にバントさせないことですね。なるほど、そうですか。このキャッチャーは送球がうまいんでランナーは慎重になるでしょうね。なるほど、そうですね。ここでタイガース守備を変えてきました。レフトサンズに代わりまして俊介、4番レフト。走ってきた、キャッチャー送球して二塁タッチアウト。盗塁失敗。俊足のランナーでしたが素晴らしい送球が来ました。ファウルになります。引っ張った、取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。打順は8番西田。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。そうですよね、まあ一発に注意してしっかり最後のアウトを取ってほしいですよね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。打ちました、これはどうだ、破りました、センター前。西田、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー一塁。ストレート打った、サード正面掴んだ、一塁へ、一塁アウト。これでスリーアウト、試合終了。見事1点差を守りきりました。タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、1点を争う好ゲームでしたね。見ているファンも満足したんじゃないでしょうかね。本当ですね、よく点差を守りましたよね。まあ見ているファンもね、本当に満足して帰れると思いますよ。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。